キービメ駅は、和歌山県東室郡串本町姫にある、西日本旅客鉄道規制本線の駅。この駅は1936年12月、国鉄規制中線の下里駅から串本駅までの開通とともに開業したが、その約4年後の1940年には、工住駅から串本駅、新宮駅から紀伊木本駅の開業により、紀伊木本駅から、 和歌山駅までが帰制再線とされ、国鉄帰制再線の駅となった。名称は、開業時に大田線の姫駅がすでに存在していたことから、旧国名を監視キービ名駅としたものである。その後、あたり駅は1959年、今の帰制本線が全通し、亀山駅と和歌山駅の間が帰制本線となったのを受け国鉄帰制本線の駅となり、 さらに国鉄分割民営化を経て現在に至っている。新宮方面に向かって右側に単式ホーム一面一線を有する地上駅。列車同士の行き違いができず、新宮方面、木板鍋方面の双方の列車が同じホームに発着する。ブロック作りにトタン屋根の簡易駅舎を備える。内部は待合所となっており、椅子がいくつか置かれているほか、駅ノートも置いてある。 新宮駅管理で開業当初からの無人駅であり、自動券売機や自動改札などの設備もない。2021年3月13日より愛国家が利用可能になる。待合所の中には乗車駅証明書発行機があるが壊れている。海ギリギリにまで迫る山を小さな川が削ってできた狭い平地に位置し、姫の集落がある。姫の集落は規模が小さい。 駅から少し歩くと海岸線に沿って走る国道を42号に至り、堤防を挟んだその向こうには海が広がる。また、南西方向に橋杭岩の姿を望むことができる。串本駅より東駅の方が近く、徒歩で行ける範囲である。なおこの辺りにはかつて美しい松が多かったが、戦時中に松の油を航空機の燃料として使うべく伐採され、 その姿はなくなっている。近年の1日平均乗車人員は以下の通り、ありがとうございます。